こんな涼しい顔をした美女がロケットランチャー片手に担ぐ筋力バネーということでやっていきましょうか。バイオハザード RE3 観光ツアーパー3というわけで、まずはチュドーン入っていきましょう。ズンズズン。ああ、また結構な生存者がたくさんいらっしゃるんでございますね。ああ、そのとこそこに行ったらあなた正解でゴンスということで、まあ、トニーアンコウ、トニーアンコウ、おお、なんかやってきた。お花がとっても赤いのね。こっちに向かって、キャー、酔っ払いがお姉ちゃん、わしと一杯やろうやーって言ってくるので、はい、遠慮しておきます。さよならです。で、いるのかな。あ、いるね、いるね。なんかペコ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 してるね。で、こっからシャッターに向かってドーン。さあ、これでどうなった。生きて、めっちゃ生きてる、超絶生きてる。わー、お手手伸ばしてきそうですね。やばい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 。安心安全をお届けするカークンシー観光ツアーでございますからね。ポリスメンを破壊するメン、飛んでいきます。飛びます飛びます。はい、というわけでね、今回から、市街地をやっていこうというところでございます。で、なんかピンコピンコンピンコンピンコンしてるんですけどね。まあ、ここにたくさんの死体袋があるんですけれども、果たして、ガニどんだけのね、犠牲者をね、払いながらですね、まあ、生き残った人々はね、どこへ向けてかけていこうかってところだったんですけれども、まあ、彼を破壊することによって、暗闇から生まれ、変わらないその笑顔、プライスです。はい。で、10ドル27セントで何かを売ってくれて、フリーデルバリーですね。いいね、いいね、いいね。じゃあ、こっち進んでいきましょう。はい。ということで、オープンしてないだよね。うん。チキンが30ドルということで、チキン30ドルか。今の日本円だといくらだ？まあ、98年現在だとね、一旦果たしていくらになるのかちょっとわからないですけど、燃える、燃える、折れた。あ。足が完全にめり込んどる。コンドルがお尻に食い込んどるっていう、なんかクソしょうもない昭和のギャグがあった気がするんやけど、まあそんなことも気にせないで、ホップオープンセサミしていきましょう。さあ、果たして、お、出た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 。どこにでもあるな。 AWXX AXWW26、 本当にもうどこにでも存在するんで、ね、警察官寝てるしよ。おめえさ、仕事はどうしただねえ。大口開けていびき返ってグワ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 寝とんげ。あっちの方でね、なんか、もいもいピピピ、もいピピピつってね。ほーら、お兄さん、こちらですよ。おいでおいで。おいでおいで。何してんのって。ウェーイ。ウェーイ。全然ジルに興味ないじゃん。こんな美女が目の前に来る。あおら。ゴチ。みんな同じ歩き方したね。あっちの方にもいるんだね。あっちの方にも、まあ、いるのは知ってるけど。おう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 。で、ほいっと、ニーヒューストン。あー、で、ビビビビビビ。あ、普通に飛んでっただけだった。これ先に倒しておくとあれ楽なのかな？うん。っていう気がしてきたけど、ちょちょちょ、めっちゃ買い物カゴに突っ込まれたかな。で、ラブ、ちゃうわ、ラブウルフじゃないな。これなん、ローンウルフ、シガレッツ。うん。タバコを売って、はっ！ T ウイルスに感染すると、トマトスープまで、顔面化するのか。顔面化するって、もう日本語がむちゃくちゃなってるけど、とりあえずパッキン。あ、なんかちょっとその横にあるヌードルが美味しそうだね。え、ちょ、美味しそうだけどやめた。アンブレラヌードルスだもんね。もう、ヌードルじゃなくて、ヌードがいいな。うん。女の人に裸になってもらおう。で、地下はいけないと。でも地下にね、あそこまでなんかいろいろとこう、パッチャンパッチャン倒してたら、なんか、こう、下に行くことができないで、あれだね。なんかバリケードになってそうな気がするけど。まあ、ここら辺のありがたいことはですね、皆さんにやっぱり安心安全をお届けする観光ツアーということで、まあ、ここにね、ゾンちゃんたちが入ってこないというところが、ま、結構あれなのかもしれないですね。まあ、ちょっとなんか腐ったドーナツみたいなものを置いてあったりとかして、それを食べたらお腹が、痛いよ痛いよ助けて痛いよとかなったりするんですけどね。で、こっちを見ていくと、あー、ピクルスね。まあ、ピクルスとか結構やっぱ美味しいよね。ピクルス苦手な人とかって多いかもしれないですけど、意外とね、マクドナルドのハンバーガーに入ってるピクルスが僕は好きだったりとかするけどね。で、Don't be a prisoner in your own kitchen。 え？あなた自身のキッチンに犯罪者がいるよ。え？やばくない？どういうこと？パエリア、パエリア。で、20% オーバー。フルーツそろそろ食べたいですね。皆さんの大好きなフルーツは何ですか？僕は梨でございます。で、顔の生えたトマトと、で、ドンキーホーテ。ドンキーホーテの方ってあれなんだね。クソなんだね。あれかな？セックスみたいなもんかな？え？で、こっちの方に行くと、あー、欲しいんだな。東京マルイさんで僕に安く3000円くらいで売ってくれないですかね？ねえ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 。で、トイボックスね。これが、あれだよね、しんちゃんだとおもちょボックスになって、おもちょ箱になってるけど、これだとどうするの？トイボックスが、あれかな、S と E に変わるとかかな？どんな？何？
あれかな、ウッディと、あ、ウッディの彼女名前何だったっけ、あの羊飼いの女の子。あー、わかんなくなっちゃった。ラクーントゥーンズ。あれか、トゥーンワールドの進化系みたいな感じか。で、こっち、ピッキー、チャーリーくん人形について、いつも笑顔のチャーリーくん。奥の方を覗いてみると、ゾンビがたくさん。なーいねー。でも、おもちゃがたくさんないってことは、やっぱりあれかな、子供がこの街から逃げるときに、これは僕のおもちゃだーつってたくさん大量に持って逃げてったのかもしれないですね。はい。で、ルパンが乗ってた車の色違い、よくわかんないパン。あ、こいつも AWXX、AXWW226? さすがにこれは見えないか。で、ここオープンすると、何もない。で、メガマンお前、これあれだろ、3分だったらピンコンピンコンになるやつやろ。お、ちょっと待って、バイワン、ゲットワン、50%。なるほどね。だから、こいつを買った後に、ヘルメットか、フィギュアを買うと 50% オフになるちゅうわけか。メガマンいいじゃないですか。なるほどね。メガマンなんだね。どういうこと？メガウーマンとかあるの？よし、行こう。で、アスリートスペシャルエディション。ふいっと開けて、トゥ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 。これとか100入れたらゆらゆらする。するともともとゆらゆらするやつ。そんな横でね、やっぱこいつあれだよ。これ倒れてるふりしてるけど、多分ね、あれだよ。ここでゆらゆらしすぎて、前後左右に揺れすぎて、気持ち悪くなって倒れたパッティーンのやつやな。で、ヒュイトンが、爆発。奥の方で、あ、僕にもロケラ撃ってくださいよ、パイセンっていうやつがいるから仕方ない。撃って差し上げよう。さて、こっちの方進んでいく。あ、そうだ、ムービー忘れてた。変な男に絡まれるんだ。おい、チル、俺と一杯やろうや。俺と一杯おっぱいやろうや。ポリスメン、あの奥にあるやつも AWXX、AXWW226 からもうなんか覚えられないよね。連呼するんだけど、AXWW226 ね。はい。それも普通には、そうなんで、でも氷タイプと水タイプで言ったら、氷タイプと炎タイプで言ったらさ、炎の方がさ、クラウコケだからさ、後で出します。はい。で、あ、こっちもトイアンコーなんだね。うん。やっぱりこういうのでね、こういうやつがさ、なんかチャリとか乗ってさ、で、こっちの方に向かって、ヒヒ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 ヒ向こう側行けんのかな？向こう側行って、もうこれ持ってか。あ、組み合わせ。はいはい。組み合わせ？ああ、そういうことか。こっち。あちゃ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 ち
前コーション、よし、コーション、コーション、コーションいけるね、よし、あ、ちょ、あ、ちょ、腕を嘘、うおー、え10番台、23歳、少子、少年23歳、うそーん、えそういうこと、なんか見えない壁でもあったのか、だからだってコーションからデンジャーを飛ばして一気に燃え散らかしたけど、どっから、つってくれてってってって、つってくれてってってって、つってくれてってって、3分で戻ります。ペケペッペッペー、ペケペッペッペー、スケベな31歳、ブルーホース、てってって、てれてってって、走って燃やす、てくれてってってって。警察官の市民食うなよ、守れよ。よいしょ、で、こっち仕方がない。ちょっと待って、そうすると、まあ、いや、こっちピーン、ヒュー、みんな同じ喋る方、で、ヒュー、ヒュー、連続発射が難しい、ベル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 、で、これはこの距離で爆発させる、うわー、あ、さすがに食らうか、さすがに食らうわな、あ、しかもコーションのちょっといててててて、で、意味のない仕事、え、ちょっと待って、本当にもう一回見たいんやけど、で、うー、めっちゃ振りついてる、あ、この子女の子だったんだ、あ、いいよね、クラミって、うぃー、自分のロケラは食らわないのにね、こっちの方行って、ちょっと待って、これ、走り抜けて、走り抜けて、あ、あ、あ、ぐえ、やっぱなんかこのパイプっぽいところで、あれだね、死ぬな。パイプっぽいところまで踏み込んだら死ぬっていうのが分かったから、そう、そういうことか。すいません。やっぱり、正規ルートを辿ってちゃんとあの火を消していけっていうことっすね。はい。牛、倒れて。うりゃー、このチャリ乗っていこうぜ。ねえ。だってほら、捨てられ、あー、でも無理だか、無理か。ごめん、あの、タイヤが、前輪が歪みすぎてちょっと無理でしたね。うん。前輪が歪みすぎて、誰だよ、こんなところでケチャップ放出しまくったやつ。オムライスにかけろよ。ね。よし、で、仕方がない。ちょっと残念ながら、おう、すごい吹っ飛んでってる。起き上がる。嫌がらない。焦げた。よいしょ。で、仕方がない。ので、
こっちの方でアイテムを再度調達して、みんな同じ倒れ方ありがとうございます。そっか、なるほどな。ああいう、だから、こう、ちょっと、見えない壁みたいなものがあるの中で進んでいったら、仕方がないというところですね。じゃあ、アイテム調べてみましょうか。はい、調べる。調べたら、ウォープセサービー。パコン。だからタイムアタックをするのにも、やっぱりちゃんとアイテムを拾ってから行かなきゃいけないよって、壁抜けなんか許せませんよってね。まあでも一部でね、壁抜けもそのテクニックの一つとして認められて、タイムアタックの、なんだろう、数字になってるっていうパターンもあったりとかするから、そこら辺で行くとあれなんだな。今完全に窓に向かって走ってったけどね。ああ。なんかすごい喉が詰まってる。痛い。で、ほい、これ拾って、で、チャーリック人形拾って、拾わない。で、戻っていきましょう。で、奥の方で、あ、なんだ、え、うん、セクン青爆発。フォックスパーク。No need to leave the city to have a picnic. 本当にこの二人の間から生まれた女の子なのだろうか。勘ぐっちゃダメだよね。ベベ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 ベ。あ、すげえ、奥のやつで、電気マッサージ食らってるやつがある。気持ちいい。じゃあもう一発あげようか。気持ちいい。ドフン。すごい、歩いてってる。カクカクカクやけど、完全にカクカク。うわ、ふん。ドーナツの穴を抜け、ドーナツ、ヒューマン。いいね、気持ちいい。あれ、あそこの間も抜けれるかな。行くぜ、ドーナツ。無理。はい、で、あ、カニ、ロブスター。違う、オープン。ジェームス・クラークス。いいね、ストアハウス、ブルーマウンテン。あ、エメマンみたいな感じなのかな。じゃあ、とりあえずこっちに向かっていって、で、これ飛ばして、で、ここでなんかすごい、鉄格子に噛みついてる女の子と、こいつは全然人間に興味示さないな。おい、こうやってペン。ういー、ドフ、ドフ。で、こっちから、ここ先にドーンってやっといたら、さすがにあれかな、どうなのかわかんないけど、2発くらい撃っといたらなんとかなるでしょ。ということで、おー、焦げ散らかしてる乱中が、なぜかこっちに向かって歩いてくる。君たちなんでそんなに黒いの、日焼けしたの？あれ？もう半年前にそんな日焼けしたのがずっと残ってる状態なの。うわ、ほんまに黒っこげやな。焦げやな。間を抜けよう、ズンズズン。こっちに来ようよ、ズン。あ、こいつらは蘇らないんですね。はい。で、こっちにいろいろと来ていらっしゃるので、このスノコとか思いっきりぶん投げてやりたいけどね、頭にガツンとやって。スーパーシャープ。Everything you want。すべてがあなたの欲しいもの。なんかすごい、なんかあれだな、ここまで焦げると全員兄弟みたい。人類皆目、生命。麺類な。で、こっち行ったら、どういう仕組みなのかな、これは。どうやってこの下に足が入ってったのかな。ちょっとお兄さんよくわからないな。うん、お手手が伸びてるなら、ピーン。カニ食べたいな。カニ食べいこ。お。これさ、これをさ、隠しコスチュームにしてほしかったな、ジルの。うん、ちょっと待って、ちょっとね、もし万が一、復活したら怖いから、ちょっと全員爆発させとこう。全員は爆発じゃん！ね。皆さんちなみにどれが、おい、1個倒れてる。皆さんちなみにどれがお好みですかね。あ、でもこれ倒れてるやつさ、これ一緒なんじゃない？ほら、だって AXWW226 やってるのと同じくらいな感じだからさ。あー、胸元ざっくり、これジルとかやばいだろうな、多分な。隠しきれないで乳首めっちゃ出そう。でもちょっと下がね、ごちゃごちゃついてるから、僕はこっちがいいかな、こっちがいいですかね。うん。谷間を見たいんだったらこっちなんだけど、でもエロさ全体的に言ってやっぱシンプルな方が、下半身とかもすごい重要になってくるから、僕はこっちの方が好みですけど、皆さんはどれがお好みですかね。ちなみに一番左は完全にもうお胸パックリで、どれも脇は見れるけど、これお胸パックリじゃないから、やっぱ僕はちょっと外れすぎた、ダメですね。はい。ウーメンズクローズングメイトゥオーで、奥の方にいる、この、多分、マネキンは、バイオセブンに出てきたのと同じタイプ。燃え。こいつ燃えねえ。なんでこんなとこにトイレットペーパーが大量発生してんだ？ね。このチャリとかさ、あっちで歪んでたのと同じチャリなんじゃないかとか、缶詰食べすぎやろ、みんな。どんだけ缶詰好きやん。で、ガンパウダー拾って、で、奥の、あれも XWW226 やな。ナインボール、ビリヤード、ナインボール。皆さん知ってます？ナインボールのやり方。うん。1から8まで落とした後に最後にナインボール落としていくっていうね。うん。違った気がする。全然違うね。あれ、1から8と、1から8と、10から15。ん？ちょっと待って、違う。1から7と9から15か。うん。で、最後に、ね、9を落とすみたいな。確かそうなんだ。
酔っ払ってるよこいつら。だからドーナツ食べすぎて食欲はなんとか抑えることができたけど、睡眠欲に勝てないでこのまま寝散らかしているっていう感じなのかもしれないですね。はい。でアイテム、おお、組み合わせ、はいはい、すみません、あ、ちょっと待って、これ開くの忘れてた。調べる、クイッと、何色かな、メダリー、待ての名をメダリーで、おいくら万円で、上の方のメニューを見ていくと、ホッカフィー、アイスカフィー、アーモンドモカー、Take me home、 ドーナチュー、ムーンドーナチュー、美味しそう、めっちゃうまそうなんだよね、ここに出てくるドーナツさね。ちょっと名前あんまり覚えてないけど、あ、でもポンデリングないぞ、ここポンデリングないな。俺でもハニーチュロも好きなんだけどな、蜂蜜食べれないくせにハニーチュロが好きって、なんかちょっと矛盾してんだけど、まあなんかほら、あのジャガイモそのままは食べれないけど、なんかあのポテチにしたら食えるみたいな。で、普通のレンチンだな。向こう側がキッチンだよね。で、あそこでコールドドリンクを入れるっていうのもあるけど、コーヒーに関してはこっちでもいいよみたいなね。だからアメリカのさ、レストランってすごくいいなと思うのがさ、一杯こういうところファストドリンク系で飲んだらさ、ファストドリンクで、ファストフード系で頼んだら、あのドリンクね、あの何杯でも飲ませてくれるっていうね、これでもマクドとか以外の普通のハンバーガー屋さんとかでもなってたからね。ここにある調味料とかさ、どうやって、これなんかプッシュしてる。あ、でもこういうのあるか、なんかバニラシロップとかさ、なんかキャラメルシロップとかそういうのかけてちょっと風味をつけたそうみたいな、そんな感じになってるのかもしれないですね。電気つけようぜくらいな。あ、ムーンドーナツってあれか、ジルの部屋にあったやつか。なるほどね。ジルの部屋にあったムーンドーナツだな。で、この人が創業者なのかな。お、6、すげえ。1938年、ちょうど60年だね、ムーンドーナツ。ここで、ここが生誕の地なのかな。ラクーンシティの、だから、ラクーンシティ市民にとっての御用達の場所なのかもしれないですね。ということで、ここカチャカチャ、あ、カチャカチャ、カチャ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 。こんな細いならジロ満足しないって。先っちょが震えるなら別かもしれないけど。私の動画は健全な動画でございます。ただちょっとホラームービーなので怖いだけ。ちょっと待って。これ、ラクーン警察署にもあったやつだ。どこにでもあんべ、ほんとに。どう思う？どうもマネよって。まあ、そういう使い回しとかね、すごい大事になってくるからね。ということで、これをオープンセサミして、じゃあ、まあ、適度なところまでね、コルタンで、まあ、いろいろとね、皆さんがあまり、こう、目に留めないような、気にも留めないようなね、あの、場所をね、細かく細かくお伝えしてきたかと思うんですけれども、一旦この辺りでね、終了とさせていただいて、次回パートでお会いできたら幸いでございます。ということでね、今回も観光ツアーガイドをお付き合いいただきまして、どうもありがとうございました。ぜひね、チャンネル登録ボタン、グッドボタンを押して、また次回もお会いできたら幸いです。ということで、最後にリジルのブラセンと、巨乳を確認して終わりましょう。ということで、また次回パートでお会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。